友達テレビご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本人の話をずっと続けておりますが、それの第10回目2桁に入りましてですね、一応日本の基本的なあの古事記から始まってですね、支配体制というかな、日本は支配体制と言うべきものはないんですが、社会の構造、国家の構造っていうのをずっと神話を中心にして話を進めてきました。そろそろ歴史時代に入ろうかなと。その前にちょっと今まで落としておりました神話の重要なところをちょっと復習してですね、そして歴史時代の方に入っていこうと思ってます。スピードを上げるために私も少し発言を制限いたしまして、先生の方に大いにお話をさせてしていただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そうですね、大国の神話のところがちょっと落ちていたかなと、はい、まあ、日本書紀では ほとんど扱っていないんですけれども、古事記は大国の神話をかなりの文字数を割いて、どちらかというと神話の中心的な存在として描いているというところがあろうかと思います。でなぜ古事記が大国の神話を非常に大きなものとして扱ったのかという、そこが一番のポイントになると思うんですけれども、基本的に一代で大いなる、もう本当に無一文から身を起こして大いなる会社を作り、まさにそれが世界的な大企業にまで成長し、でところが成長してこれからどうしようかなと思っているところに、いきなりその会社をよこせと言われて、何をっていうんじゃなくて、はい、分かりました、じゃあその会社をお譲りいたしますというような展開になっていくっていう、これが大国の神話の非常に大きな特徴の一つであろうかと思うんですね。でこれについて少し掘り下げてみようかなというふうに思います。はいはい、で大国の神話って一番最初に登場するのが有名な稲葉の白ウサギの物語からスタートしますけれども、これは大国主が八十神といいまして、お兄ちゃんたち、八十神と書いて、八十神なんですが、お兄ちゃんたちが80人以上いたという書き方をしてるんですね。でこのお兄ちゃんたちが隣の国の、村にですね、大変美しい、お姫様がいるということで、集団でそのお姫様をもらいに行くというところから、物語が始まっています。おそらく出雲の国から、出雲の国の神話として登場するんですけれども、出雲の国から、お隣の国に嫁さんもらいに行く、集団見合いをしに行くといったようなことが、かつてあったんだろうなということが伺わせるような記述になっているかと思います。一組の親からですね、両親から80人以上、この昔の言葉で8っていうのはたくさんのという意味を持ちますので、たくさん、80っていうのはたくさんの10、つまりもう数えきれないぐらいたくさんの若者たちというのが八十神という意味でして、で数えきれないぐらいたくさんの兄貴が、兄弟、実の兄弟がいるっていうのも変な話ですから、村というか国を挙げて嫁さんもらいに行こうツアー国の青年団ツアーがあったそんなふうなことが古代において頻繁にあったんだろうなっていうのは、これ容易に推定できることだと思います。とりわけこう、農業が中心の世の中では、血がどんどん濃くなってしまう。そうですね、これを薄めるためには隣の国から、娘さんをもらう、集団見合いをするということは普通にあったろうと。若者たちですから、当然もうワクワクしながら、どんな子がいるんだろう、なんか噂によると、えらい可愛い子が揃ってるらしいぜ、ほんまかみたいな、そんな、ノリでですね、ワイワイ行くわけですけど、この時に、大国主、後に大いなる国の主と神となる大国主は、当時は違う名前だったんですね。大名持ちという名前で、大名持ちというのは、語感からしますとちょっと遅れたやつ、ウドの大木というか、ちょっとぼーっとしていて、図体でかいんだけどぼーっとしてて、なんかこう、おいお前って返事しても、俺みたいな、ちょっとそういう、普通の人とテンポが違うというか、そんな風な人であったようです。で、力持ちだということで、お兄ちゃんたちの荷物全部持たせて、だからもう体いっぱい荷物を背負ってですね、荷物重たいですから、当然後ろの方ずっとみんなから遅れて後ろの方をとぼとぼついてる、
この状況の中で、お兄ちゃんたち、青年団の一派がですね、皮を剥かれたウサギを見つけるわけですよね、うん、おいそこなウサギお前どうしたって聞いてみたところ、いや実はワニに皮を剥かれて大変なことになってるんですと、うんうん、あそうかそうか、そしたらなお前海水で傷口洗って、うん、そのまま天日干し しとけば治るからって言って、いうやつがいて、で周りの連中もああそうだそうだお前ら塩水つかれよわーっとこうなって、うん、でウサギちゃんはもうそれ信用しましてね、はい、あそうなんだと思って、で連中が行っちゃった後に海水つかるわけですよ、うんはい、で海水に浸かって天日干ししてると、はい、だんだんその水分が蒸発して塩になりますよね、そうすると傷口で縮むんで、はいはいはい、猛烈に痛いわけですよね、はいはい、でそこで、まあ、痛い、さっきの言う通りにしたら痛い、なんでこんなに痛いんだと言って、苦しんでるところに、まあ後からやってきた女持ちが通りかかる、はいはい、でお前痛がってるけどどうしたんだ、いや今もう実はもう、大怪我をして、で困っていたところにさっき言ったあの青年団の若い衆が塩水で洗えって言うからその通りにしたんです、したところがもう今体中痛くて、お前らそれ違うぞと、真水で洗いなさい、真水で きれいに体洗って塩も流して、で、その後あのガマのね花粉をこうずっと塗って、まあ、古代の、まあ、医療なんでしょうね、はいはい、それを塗って、おけば、ま、あの短期間で治るからそのようにしなさいと言われて、ウサギちゃんが、分かりましたということでその通りにしたところ、なんと傷口が元通りきれいに治ってしまった、まあ、あっという間に治っちゃうんですね。これまた、まあ、神話ですから、あっという間に治っちゃうんですけれども、まあ、それで大野口に、八神姫というね、その向こうの村のお姫様を、はいはい、妻に迎えることができるのはあなただけでしょうと、このように言った。なるほど。っていう、まあ、そんなふうな描写が、うん、まあ、一番最初の物語として登場します。で、この物語から、まあ、子ども向けのその古事記神話、日本の神話シリーズかなんかで、まあ、絵本みたいなこう幼い子供向けのものを出すと、結局そのウサギはなぜそんなに皮むけたのかといえば、ワニを騙して、うん、で怒ったワニによって皮を、はいはい、まあ、大怪我をさせられたんだと、はいはい、だからね、丸々ちゃん人を騙しちゃいけないのよという物語なんですよと言って教えられる。でただ神話っていうのは子供に、日本の文化って何でもそうなんですけども、子供向けにも優しく子供にも分かるようになってる、けれども大人が読むともっと深い物語をそこから読み取ることができるというふうになっているのが、まあ、これが日本の神話の、まあ、日本の神話っていうのも日本の文化全部そうなんですけど、文化の特徴でございまして、ここでいううさぎという表現が出てくるんですが、このうさぎというのが実は草冠のなんですね。ああ、はあ、動物のウサギの場合は、はい、上がこうちょんちょんとなった文字になってるじゃないですか、あれが動物のウサギ、はい、なんで上がちょんちょんとなってるかというと、はい、これウサギって耳が長いので、はいはいはい、そので耳が長くて目があって、で足があるということで、はい、ウサギという感じが成り立ってる。象形文字に非常に似てるですね。そうですね、これがね上が草冠になってるんですよね。ああ、はあ、で実はこの、草冠を書く方の漢字は、動物のウサギさんのことではなくて、ネナシカズラという植物を意味する漢字なんですね。だから読みはウでいいんですけれども、まあまあ、ウとかトとかああいう読み方をしますが、漢字の意味からするとネナシカズラ、つまり木の上にかぶさってるようなカズラ、なんて言うんだろう、木にたかって木から栄養分を吸い取る、そういう植物のことを言ってるわけです、はい、でその植物が騙した相手っていうのがワニだって言うんですね、はいはいはい、これも最近のですね、まあ、神話の系の学者さんの中には、いや日本にはワニがいなかったんで、うん、あれはワニサメというサメではないかと、なるほど、いうことで最近の絵本見るとね、サメになってますおいや勝手に変えてどうすんだよと思うんですけども、まあ、そこまで変えてしまうと。ただ日本に本当にワニがいなかったのかというと、実は大阪から町金ワニっていうワニの
骨が発掘されましてね、まあ、これは年代的には30万年前なので、奥義の人の時代から見たら随分前になっちゃいますけども、ただ今から6000年ぐらい前が日本の平均気温が年間平均で2度ぐらい高かった、つまり西日本は当時熱帯だったと言われてるんで、でそうするとその頃に西日本にワニがいたってのは別に普通に考えられることでして、だからワニがいても本当におかしくない。同時にですね、ワニっていうのがワニ船っていう言葉があるんですね。これはサメのことでもなければ両生類のワニのことでもなくて、ワニ船っていうのはアウトリガー付きの帆船のことを言うんです。南太平洋の島々に行きますと、原住民の人たちが足でできたカヌーを作ってて、でカヌーはカヌーでもカヌーのこう船体がこうあるだけではなくて、船体のここにもう一本こう、まあ、ちっちゃな船みたいなのをつけて両方つないで、でこれでいわゆるこれアウトリガーって言うんですね。でこれに帆を刺すと、そうすると船がですね、外洋っていうのは 波が荒いんですけども、波のあるところ行けると、これが転覆したいんですよね、で意外と外洋航海普通にできるんだということで、このワニ船を実は日本書紀なんですけども、違うところで天皇が湖に、ワニを浮かべてで楽しまれたっていう記述があるんです。湖にワニを浮かべたって両生類のワニ浮かべるわけがないんで、要するにワニ船、つまりアウトリガー付きの帆船、これはディズニーのアニメで「モアナと伝説の海」っていう、まあ、有名な大ヒットしたアニメがあるんですけども、これに登場した船と同じようなものが当時あったと。そうするとそのウサギと言われているものは実はネナシカズラ、つまり木に寄生して生きている植物であって、もう一つのそのウサギを襲撃したというのはワニ、これはワニ船のことを言う、船のことを言うんだと、でそのなんで、大怪我をさせられちゃったのかというと、遠くに沖の方にある沖ノ島から島根の方に渡ってこようとした時に、お前の種族と俺の種族とどっちが数が多いのか、お前船並べてみろと言って、並んでもらったところ上をピョン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 と跳ねていって、で最後ようやっとこれで地上 に到着できるよというところで、やい騙されたざまみろみたいなことを言ったもんだから、お前騙したのかと言っていきなり怒られて大怪我をさせられたんだと、こんなふうな話になっている。そうしてみますとね、どうもこの話は要するに子供向けの童話として読むんじゃなくて、大人が読んだ場合、根なしカズラ、つまり土地に縛られて生きている人ではなくて、根なし草となって、で、要するに行商をして歩いているような人たち、いわゆる行商人の集団、これは奈良平安の時代ですとか江戸時代になっても、いわゆる行商人さんたちっていうのはかなりこう商売手広く行っていまして、で彼らは行商人さん同士で、交流があり、かつ 国から国へ、村から村へと渡り歩くことによって、いわゆる非常に情報通で、今で言ったらそれこそ週刊誌ですとか、インターネットの YouTube の動画みたいな役割を当時は行商人さんたちが担っていた、非常にだから情報のネットワークを、築いていたという側面があったんだそうですね。で一方においてワニと言われている人たちはワニ船に乗った人たち、そうすると要するに船に乗って漁をしたり物を運んだりしてる人たち、要するに海運、簡単に言えば海運業者、ウサギと言われているのはネナシカズラで、要するにこう全国を渡り歩いて荷物を運んでる人たち、つまり陸上で荷物を運ぶ人たち、要するにこう見方によってはですね、ヤマト運輸と日本郵船の戦いだったといったふうなイメージのものとして捉えられてる、でそこでこう海運業者の、日本郵船さんにヤマト運輸がいじめられて、で、そこを助けてくれたといったふうな話になっているというふうに考えられる、つまりこれ両方の、要するに物流を担う人たちなんですね、この物流を担う人たちを助けてあげた大名持は見事八神姫を手に入れて結婚をして、そしてそこで大いなる国を作っていく、そこで作った国というものはどういう国だったかということを、実はこの最初の物語が象徴していると考えられる。つまり大国主が築いた国、大いなる国というのは商業流通をベースとした国であった、
というそういうふうなことが、うん、書かれているというふうに見ることができるわけですね。あくまでも子供が読む古事記ではなくて大人が読む古事記として読んだ場合、はい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 、でその商業流通っていうのはこれちょっと考えていただくと分かるんですけれども、基本的にその仕入れを叩いて売り値を高くすれば儲かるわけですから、はいはい、生産者、いわゆる一次生産、うん、生産者と言われる人たち、農林水産業に従事している人たちというのは常に買い叩かれる立場になる、はいはい、だから国が大きくなればなるほど一次生産者っていうのはますます生活が苦しくなっていく、で商業流通業者っていうのは非常に繁栄していくというふうな状態が起こってくる。でこの状態がある意味ピークに達した、まさに大いなる国が形成された時点で天上界においでになる天照大神様がこれはよろしくないと、国を変えるべきだということで、武三日月の神を派遣してこの言葉が登場する。何時の牛明けるこの足荒な中津国は我が御子の白津国ぞと言葉をさせたも、何時の頃やいかにと、漢字ばっかりで書いてありますけども、こういうふうなセリフが出てくるわけですね、うんうんうん。ちなみにこれ紙芝居、これ神谷さんのところの紙芝居をお借りして、この紙芝居本当にこう内容が良くてですね、もう古事記の表現そのままなんですね。波の上に刀を逆さに立てて、その切っ先の上に大あぐらを書いて座っているっていうのが武三日月の神、すごい表現ですよね。こちらは大男、向こうが姫、いやこちらが雨の鳥船ですね、はい、の神様で、こちらが大国主ですね。大国主に対して、お前が治めている国は牛や国であると、でここで牛はけるという言葉が出てくるんですが、これはこの語字は声を用いると書いてありますので、漢字には意味がない、大和言葉で牛はけるだというふうに、読めるわけでして、牛やくというのは何かというと、これは元折宣長が解説してるんですが、牛は主人のことで、はくっていうのは刀を腰にはくって言いますけど、はいはいはい、要するに主人が私有してる、はいはいはい、主人が国の一切を私有して、うん、そして物を動かすことによって利益を上げている国だと、はいはい、なんか今の日本と同じですよね、はいはいはい、でそうなってしまっている国は、はい、国であることを、うん、高間ヶ原の天照大神様は お認めにならないよと、うん、で、改めて我が御子にこの国、我が日本芦原中津国を白洲国にさせましょうと、うんうんうん、いうふうにここで述べられている。じゃあ白洲国って何ぞやというと、前にお話したこの形ですよね、天皇がおいでになって、はい、民衆が大見たからとされていくという、はいはいはい、究極の民主主義の国になっていく、うんうん、つまりこ の商業流通と生産業という見方をしますと、この民衆と書いてあるところが一次生産者ですよね、はいはいはい、要するに今農家ですよね、はいはい、この農家が天皇にとっての最高の宝物なんだと、はい、そしてこの農家の人たちが豊かに安心して安全に暮らせるようにしていくのが物流業者の役割なんだと、はいはい、この権力者と書いてあるところが物流業者になるわけです、はい、で大国主が作った国は実はこっちだった、はい、商業流通をやってる人たちが生産者を叩く、うん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 、でそうするとここは豊かになるけれども、はい、こっちは貧しくなる、はいはい、これは良くない、うん、だから何時の牛明けるこの芦原の中津国は、うんうんうん、我が身この白洲国だと、はあはあ、なんだかんだ言って物を流通する人たちよりも物を作る人の方が数が圧倒的に多い、うん、そうでなかったら国が成立しないので、はいはい、だからこそこの農業生産をする人たち、一次産業に従事している人たちを最も手厚くしていくのが、うんうん、国の形としてあるべきだという話が実はこの大国主神話に込められた古事記のメッセージなのかなって思うんですよね、はい、古事記の読み方っていうのはこれは8通りある、うん、同じ文章でも8通りあると言いまして、うん、浅い読み方もあれば深い読み方もある、はい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 、で、今申し上げたような読み方以外にももっとさまざまな読み方がいろいろあると思うんですけど、その中の一つとして、我が国が牛薬統治ではなくて白洲統治であること、はい、その白洲統治であるということは何を意味しているかというと、もう究極的には一次生産者が最も大切にされる世の中というものを、はい、これを言ったんだ、はい、これを描いたんだということが言えるんじゃなかろうかと思うんですよね。で実はこのね、白洲と牛薬、はい、これを古事記は対立概念として捉えていない。いない。いない。うん、
さっきのねここの文章だけで紹介しますとね、はいはいはい、牛悪はダメで、はい、シラスじゃなくちゃいけないんだ、はいはいはい、みたいに見えますけども、古事記が言ってるのはそういうことを言ってるわけではなくて、はい、実はここの部分、はい、これはここと同じですよね、この図式はね。つまりシラスの中に牛悪が内包される、はいはい、なるほど、はい、これが大事なんだと、はい、から民衆を起こす近江宝とするんだけれども、近江宝とすると言ってるだけではただの能書きになってしまうので、はいはいはい、実際に行政システムを作ったり、うん、あるいは司法の制度を作ったり犯罪者を取り締まる、うん、あるいはより効率的な農業を営んでいく上においてはやっぱりこう上から強権的にお前これやれ、お前はこれやれっていうふうな命令をしていく必要も当然ある、はい、シラスだけでは国の統治っていうのは成立しない、はい、シラスの中に牛悪を内包させなくちゃいけないと。ただしこれ逆にしちゃうと大変なことになるよって言ってるわけですね、うんうん、逆にしてしまうと要するに牛悪者がそのシラスものを内包する、はい、これはヨーロッパがそうなんですね。そうですね、はい、ローマ法王朝が、はいはい、まあ、いわばシラス存在であるとするならば、はいはいはい、国王の方が地位が上になると、はい、でこうなってしまうとシラスの意味が全くなくなってしまう、はい、ということを非常に象徴的に大国神話を通じて古事記は語っていると言えるというふうに思います。権力って何かといえば人を支配し屈服させる力、はいはい、権力の3要素ってこれですよね、はい、攻撃力、資金力、情報力、はい、これゲバルトですよね。あーゲバルト、マネー、はい、インテリジェンス、はいはい、まあ、言葉からやるとそうなりますけども、こういうその、まあ、ゲバルトでみんなを抑えちゃうんだと、はい、抑え込んじゃうんだということが果たして本当にいいのか、はい、でもこれ必要だよと、こうでなくちゃいけないよと、うん、でもこれだけにしちゃうと 1% の支配層が 80% の民衆を支配する、はい、もう今の世界なんていうのはたった8人が世界の36億人の、はい、支配してると言われてますよね、はい、アメリカ合衆国一つ取ってみても大体その年間の GDP の5割を、はい、これはもう先生がいつもねおっしゃることで、半分をトップの人たちがみんな取っちゃってる、はいはいはい、こんなものを民主主義と言えるのか、はい、でそれは良くないよね、でそうでないんだ、それはまずいんだったらば、はい、やっぱり権威っていうものを、はい、打ち立てるべきなんじゃないか、で実は権威っていうのは何から生まれるかというと、うん、歴史伝統文化から生まれるんだと、はいはい、もっと簡単に言ったら、うん、古いものが権威なんですね、うん、はいはい、権威の裏付けって古いってことしかない、古い時代からずっと生き残ってきてるもの、はい、だから正しい、はい、じゃあ A 案と B 案と両方の見解が対立しちゃったと、そうするとどちらが正しいかはどっちが古いかによって決まる、より古いものがより正しいというのが、はい、まあ、権威というものに対する考え方で、歴史伝統文化が正義だと、で実は権力に勝つ力っていうのはこの正義しかない、はいはい、どんなにお父ちゃんがもう筋肉もりもりであっても、はいはいはい、もうそんなに別に運動能力があるわけでもない奥さんがね、あんた何やってんのってピシャッと言うと、もう旦那こうこんな図体しながら口のとなっちゃうっていう、それはやっぱり奥さんの言うことが正義だから、はいはい、正しいから、はいはい、だから単に力だけ、ゲバルトだけで世の中が動くわけではないっていうね、はいはい、このことの、まあ、ある意味発見と言ってもいいかと思うんですけれども、はいはい、これを古代、はるか古代において我が国は実現した、あるいは発見した、この発見したものを古事記や日本書紀の物語として残していった、うん、そこに我が国の凄みがあるのかなというふうに思います、はい、一応これで今回はいいということですか。いや、もうこれはちょっと吉田翔平の最後ですね、はいはい、で最近でもね、もうこのままいったら日本は壊れちゃう、日本はもうなくなってしまうんじゃないかとか、もうこのままじゃもう日本おしまいだとかっていうようなことをしきりにおっしゃる方おいでになりますけれども、吉田松陰のねこの言葉をもう一回振り返っていただきたいなと思うんですが、吉田松陰が水戸藩士の堀江勝之助に送った書、はい、天照の神勅に棺の栄えませむこと、雨土とともに極まりなかるべしとありそうろうところ、神勅相違なければ日本は未だ滅びず、日本未だ滅びざれば正気重ねて発生の時は必ずあるなり、ただいまの時勢に頓着するは神勅を疑うの罪からからざるなりというふうに書いてある、まあ、これは原文なんですが現代語訳したのが下にあるんですけどね、天照大神様のご神勅に棺の栄えませむこと、雨土とともに極まりなかるべしとあります、そしてご神勅の通りに日本は未だ滅んでいません、日本が未だ滅んでいないなら日本が正気を取り戻す時は必ずやってきます、
ただいまの時事問題に頓着して簡単に日本が滅びる滅びるというのは御神直を疑うという大変重たい罪ですよと、このように、これ吉田松陰の言葉としてある、はいはい、ここで言うその御神直天上無休の神直なんですけども、天上無休の神直がなぜ大切なのかといえば、白須国一次生産者、一番現場の最前線にいる人たちが一番貴重な存在なんだよ、お金があるからとか権力があるからとかそういう人が偉いんではなくて、最前線で汗を流して作物を作ってる人、雑草を取ってる人、あるいは森に入って林業をやってる人たち、あるいは漁業をやってる人たち、そういう人たちこそが国の宝物なんだよ。でこの考え方って実は日本食が その日本食そのにそのままこの考え方が適用されてる、あの世界中のあの高級料理っていうのは全部加工したものを美味しいとしますけども、はいはい、日本料理だけですよね、はい、あの生産者に一番近いところのものが一番美味しい、魚だって、ね、漁港で食うのが一番美味い、あのもうなんとなれば船の上で、はい、漁師さんにさばいてもらって食べる刺身、これほどうまいものはない、はい、あるいはまあ、農業にしてもね、うん、やっぱりのあの農家で作っている生産現場で食べるのがやっぱり一番おいしい、まあ、やっぱり刈り取ってしまった後日が経ったら味が落ちてくる、はいはい、とにかく生産者が持っているものが一番素晴らしいっていうのは、うん、同時に生産者を大切にしようという国柄から生まれた、うん、でその国柄あるいはこういう思想はどこから来ているのかといえば、間違いなく神話から来ているということが言えるんじゃないかなと思います。大国主の御事があっさりと一代で築き上げた日本を、譲ったのはやはりあの牛白じゃなくて白須の社会でなくていけないんだと、はい、いうことを納得したからなんですか。納得したから。なるほどなるほど、はい、ああなるほどですね。ただあの、まあ、大国主は自分は納得してもやっぱりこう組織を持ってますから、はいはい、2つ返事で、はい、あそう分かったいいよってこういうわけにいかないわけですね、うん、で、いやあの分かりましたと、私一人では一存では決めかねますので、うんうん、まあ、子どもたちがいますから、はいはい、あの子どもたちの同意を得ていただきたいということになりまして、まあ、一人は力比べをやろうとして、はいはい、で簡単にやられちゃうんですね、はいはい、でもう一人はあの海辺で釣りをやってるわけですよ、はいはい、でそこからこう帰ってきて、はい、でお前どうするんだと言われて、いやいやもうそれはもうあの、もう天照大神様のおっしゃるままに、うんうん、っていうことをこのせがれが決めるんですね。なるほど。これが今年の主の神といいまして、うん、後に今恵比寿様と言われて、はいはい、釣竿を持ってあの魚を風に持ってデプリフトでワーッてやってる神様、あれがまあ恵比寿さんの商売の神様といいますけど、はいはい、要するに泥をかぶる、息子がの今年の主さんが泥をかぶって俺が決めたんだと、はいはい、高間ヶ原に政権を移譲することを俺が決めたんだ、そうすることによって父親の身は守られるわけです、はいはいはい、で自ら率先して泥をかぶるっていう姿勢、はい、うん、まあ、その泥をかぶる姿勢というのが商業流通においては最も大切なことになるなということで、恵比寿様は商売の神様になってる、はい、なるほど。だいぶ時代が違うには思うけど、大和たけるの御事と、はい、出雲とは何か関係なかったですかね。なかった、ちょっと時代がだいぶ違う。時代が違うのと、あの出雲とあまり関係がないんですね。はい、まあ今日はあの、まあ日本の文化をとか社会を理解する上で最も重要となる、まあ、白須と牛白の世界というものを解説、別の面から少し違う角度から解説していただきました。私が聞いておりまして雑感を3つほどお話ししたいと思うんですが、一つはですね、織田信長が本能寺で、変でやられた後ですね、まあ、織田家の後継ぎというのは、豊臣秀吉とそれから柴田勝家の戦いになるわけですね。その戦いが、まあ、静ヶ岳、有名な静ヶ岳の戦いということで、今の福井城におりました北野将って言ってたんですけど、それの柴田勝家が、まあ、南下して静ヶ岳まで来る。で一方木下藤吉郎というか秀吉の方は軍勢を連れて南から上がってくると、それでまあ有名な静ヶ岳七本槍っていうのがあるんですが、その時にまああの秀吉がちょっとそのあれがあって岐阜城の方に2万の兵を連れて降りていくんですが、その隙に柴田勝家軍が攻めていくんですね。
で一旦非常に劣勢になりまして、秀吉軍が負けそうになるわけですね。まあ、それを今度はまあちょうど、播磨からの大返しと同じように岐阜から賤ヶ岳に大返しをするわけですね。まあ、普通数日かかるかと思ったやつをまあ5時間ぐらいで戻ってくるということで形勢が逆転するわけですね。その時に前田勝家が、前田利家がですね、柴田勝家のまあ主力武将だったんですけど、それが敵前逃亡しまして、柴田勝家のところに戻っていくわけですね。その時に、まあ、史実っていうのはまあ歴史家が理解するんで僕が理解しているところなんですが、前田利家っていうのはその後豊臣秀吉の下でも加賀ほぼ100万石でありましたし、徳川家康の時でも加賀100万石でありましたね。なぜ前田利家が100万石かっていうのはこれは歴史家にまあ正式な解釈は委ねるとしましてですね、私はですねその時に前田利家が柴田勝家に言った言葉はですね、どういう言葉かって、まあすぐ俺を殺してくれと、私はまあ敵前逃亡したからそれは当然首をはねられていいんだと、ただ、勝家さん、この天下は秀吉がいいですよと言ったわけですね。まあ、その時の前田利家の判断としてはですね、やっぱり柴田勝家は武将であり非常に優れた、人格的にも優れた人間だったわけですが、やはり日本を統一していくには、豊臣秀吉のような知略とかバランスとか、まあ、そういったものを持った人間でなきゃいけない。そのためには、自分が柴田勝家を裏切っても、柴田勝家に死んでもらう。柴田勝家もそれが分かったと、じゃあお前の首は跳ねるってことはしないと、自分は北の省に行って自害するからと、まあ、言って、まあ、柴田勝家が自害した、こういった歴史はですね、今大国の主命の話を聞いて私そう思ったんですが、日本に特有ですね、日本人というのは結構対極的な見方をかつてはできた。それの非常に大きいものは僕が思ったのはその賤ヶ岳の戦いの前田利家であるとか、それから明治維新の勝海舟と西郷隆盛の話であるとか、歴史の大きな時にですね、この日本はどっちに向いたらいいのかということを我が身を捨てて踏み切れるという人材がいたというような感じがいたします。その点では私今まで大国の御事はの国づりをあまりよく知らなかったんで、今よく知ったのでですね、それを思い出しました。それからもう一つはですね、日本だけが、実は日本だけっていうか中国からヨーロッパアメリカに渡るいわゆる大陸文化っていうのは牛博文化なんですね。ですから、まあ、支配層が非支配層を支配すると、まあ、この中で生まれてきたものが民法なんですね。現在の日本の民法ですね。現在の日本の民法は株主が全権を持っておりまして、株主総会が全てを支配しているわけですね。ところが日本人っていうのはそうは考えてないんですね。会社は従業員のため、つまり今先生が言われましたけども、最も大切なのはお役所さんだったり水産業だったりするんであって、林業とかですね、決してその上にいるような感じがする、まあ、権力者とかそれから流通とかそういうものではないんだと、その脈々たる歴史がですね、日本の会社にも引き継がれておりまして、明治以来会社組織というのができてもですね、魂は日本の魂でしたね。したがって、私が会社に勤めている時も従業員のための会社であるということでした。今私が役員をしている会社にはですね、この前銀行が来てですね、営業成績がいいのに、配当が悪いとか株主をもっと温存しろとか言ってたんで、私がですね、この会社は出資者のため、金を出したため の会社じゃありません、従業員のための会社であって、我々役員はいつもそれを唱えて取締役会をやっておりますと。ところであなたの会社は
の資本は半分以上が外国ってことありませんでしょうねと僕反撃をしたわけですが、まあ、商法もですね、今の商法というのはアメリカの商法を真似ておりますので、早い時期に、アメリカの商法をやめてですね、日本本来の牛博商法に変えてですね、一番大切なのは金を持ってる人じゃないんだということをはっきりとさせる必要があると思いますね。私こういうことをちょっと2つ、静ヶ岳とか勝海舟とか、それから商法って言ってるのはですね、先生がお話になってる話をですね、古代のものとして聞いてほしくないっていうことなんですね。古代のものの話なんですけど、それが日本人の基本的な精神になり、それが現代の、現代っていうか私が少なくとも子どもの頃までの日本の組織の中には残っていたっていうことなんですね。まあ、前回か先々回にですね、明治の、江戸の終わりに日本に来たヨーロッパの人がですね、なんて明るい人たちだろうと、まあ、いうふうに言ってるのも、まあ、先生が先々回ぐらいにお話になった楽しくやろうじゃないかと、しかめっ面してやってもどうにもなんないんだと、人間はヘマがいくらでもあるんだからと、まあ、いうような精神もあったわけですね。ですからそれを我々はこう日本人の大切な宝としてですね、やっていく必要がある。それによって日本人は、まあ、2000年3000年と幸福な人生を送ったわけですね。まあ離婚なんかも少ないし、あ、離婚なんかしちゃいけないんだだけど離婚なんかも少なかったしですね、会社の中も一家としてやってきたわけですね。それを一つ、それは日本の根源のどこにあるのか、日本の自然、日本の神様、日本の祖先、どこにあるのかということをですね、この番組を通じていろいろ考えていただければと思います。今日は先生、深い話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。